今日のインタビューコーナー、夢が広がる大きな話題です。お話を伺うのは、次世代教育 NPO 法人ライブフォーラムの木村正弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、今手元に資料があるんですけど、イースター12、スペースミッションデイズ、宇宙飛行士の山崎直子さんとスペースバルーン39を打ち上げようと書いてあるんですが、こういうイベントが4月の6日、7日に開催されるんですが、そちらを主催されているということでよろしいですか？そうですね。私たち、まあ、NPO 法人でライブフォーラムと言うんですけども、そこのプロジェクトの一つとしてやっています。きっかけなんですけれども、実は第1回のですね、講演会、こちらに来ていただいて、それでまあ講演やっていただいたんですよね。空港に お届けするときに、車中で次何やりましょうかっていう話になって、で、そう、ロボットがいいですねっていうふうに山崎さんおっしゃったんですよね、はい、その2ヶ月後にですね、たまたま私たちのスペースオンラインスクールの名誉総裁やっていただいている礼二先生ですね、松本礼二先生と、それから山崎直子さんと私がまあご挨拶に行くと。で、その時にですね、じゃあロボットっていうのを39をロボットにして、これが実際宇宙で走る、いろんな機能を果たして、放送なんかできるというのができたらいいなと、そこで初めて決まったんですよね。そのですよ、39プロジェクト第1弾として今度の4月6日7日にイベントがあるということなんですけど、このイベントについて教えていただけますか？はい、カタリーナとロングビーチあたりの距離なんですけれども、はい、それをクリアしなきゃいけないと。高度はですね、まあ、成層圏約 32km まで上がります。そして海を越えて予測落下地点がラグナウッズ。風任せなので必ずしもここに落っこちるとは限りませんけれども、はい、コースターメサを中心に半径何キロのところに落下するだろうと。そのスペースバルーンですよね、この宇宙成層圏でミッションがあるんですよね。今のところね、2つ考えてます。1つはそこから宇宙と青く丸みがかった地球、この映像を撮影して帰ってくるというのが一つ、はい、でもう一つはですね、我々の成層圏郵便局と言ってるんですけども何か願い事を書いていただいて、はい、で成層圏まで届いて無事帰ってきたら、多分その願い事は叶うんじゃないかと夢があるじゃないですか局長は山崎直子さんにお願いしてるんですけど、なるほど、証明書をつけてお返しいたします、はい、4月6日これがカタリナ島に皆さんで、行って、そこで山崎直子さんの講演が聞けると。そうですね、テーマは要するにバルーンを打ち上げるということなんで、はい、そして翌日7日午前中にスペースバルーン39号の打ち上げということですね。そうです、多分午前中になると思います。成層圏まで打ち上がって、海は今度場所を移動するわけですね。そうですね、ロングビーチに3時頃到着の予定ですね、はい、でその後ラグナウズっていうところがあるんですけれども、ビデオを使ったパネルトークですね、はい、でこれはテーマの内容ですけれども、うん、今年スペースシップ2っていうのが宇宙に、民間人を乗せて初めて、旅行しますよね、はい、それを作っている人たちとか、はい、あるいはご存知のシャトル、その後継機をドラゴンって言ってるんですけども、うん、それを作っているスペース X 社のスペースエンジニアで、まだまだありますよ、火星のロボット探査機ですね、はい、MSL って言ってますけれども、それを作っているスペースエンジニア小畑義明さんという日本人の方なんですけれども。日本人の方でいらっしゃるんですか？もうそういう第一線で活躍しているスペースエンジニアの皆さんが集まってくださってですね、うん、一番今ホットなニュースは何かということを、めったに見られないようなビデオをですね、はい、見ていただきながら映画館に行くような感じで、その後いろんなこの宇宙のことについて中学生も分かるような、はい、そういう解説を山崎直子さんにお願いしようと思っております。これは楽しそうですね。ものすごく興味があるんですが、この会に参加するのはやっぱり登録が必要ですよね。そうですね、オンライン登録をやっております、はい、私たちのウェブサイト、うん、www.liveforum.org。 そう、ぜひ一度ご覧いただきたいんです。こちらのウェブサイト www.liveforum.org、 ライブフォーラムはもうワンワードで打ち込んでください。そうしますといろいろ詳しい情報わかりますね。そうですね、何なりと疑問があればご連絡ください、はい、
そしてですね、カタリナアイランドのね、にも行ったことがないし、そういうね、ちょっと観光も含めて行ってみたいななんていう方は、JTB の方でもですね、この宇宙飛行士山崎直子さんとカタリナ島で宇宙を語ろうなんていうツアーも実施していますので、JTB の方に問い合わせてみてください。ということで、これは壮大な計画のまだスタートですね。そうですね。夢の、まあ、ゲートウェイといいますか、これからどん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 夢がエスカレートして宇宙に向かいます。楽しみにしております。木村さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。